本课的最后一个小单元，我们来学习如何表述事物发展的客观结果。请看视频。来週の留学生の交流会はどうなっているの？みんなでいろいろ相談した結果、それぞれ食材を持ってきて一緒に料理を作ることになったの。いいね。じゃあ石井さんは何を作るの？私はうどんを作ることにしたんだ。石井さん在表述大家协商决定的结果时，用到了这个句型。该句型衔接动词的简体形式，表示出现某种客观结果，暗含出现该结果并非出于某人个人意志，而是自然而然形成之意。大家可以看到，这种表述形式和下面以西桑介绍自己决定做乌冬面时所用的表达方式形成了对比。如果使用ことになっている的形式的话，则表示ことになる所示的结论结果的持续存在。具体含义请来看例句。一緒に例文を読みましょう。病気で海外旅行には行かないことになりました。病気で海外旅行には行かないことになりました。授業中は日本語だけを話すことになっています。授業中は日本語だけを話すことになっています。日本では葬式に黒い服を着ることになっている。日本では葬式に黒い服を着ることになっている。4日から1週間出張することになっている。4日から1週間出張することになっている。刚刚介绍过，我们可以将ことになっている理解为ことになる所表示的结论、结果的持续存在。比如说，在例二中，它代表集体制定的法规规定；例三中，它表示社会的风俗习惯；而在例四中，它则用来表示预定好的安排。下面的小练习向我们展现了种种课堂行为规范，请试着使用刚刚学到的知识来表述一下吧。例如，看范例一，它展现的是必须保持教室卫生，我们可以将其表述成授業後教室をきれいにしなければならないことになっています。而范例二正好相反，它展现的是对课上看手机这种行为的禁止。我们可以将其表述成勝手に携帯をいじってはいけないことになっています。どうですか？皆さん、わかりましたか？では、練習を始めましょう。
在上个小单元，我们学习了表示个人决定的ことにする。在本单元，我们又学习了表示客观结果的ことになる。那么，接下来的小练习来测试一下大家对其各自的用法以及含义的把握程度。请结合语境，从括号中选择合适的一项来完成下面的句子填空，同时思考一下它们各自的含义。では、どうぞやってみてください。最后，我来简单总结一下本课的知识要点。本课最主要的学习内容是由 te 引导的补助动词 teiku 和 tekuru， 以及表示主观决定和客观结果的 koto ni suru 和 koto ni naru。 这两对表达形式在用法上形成鲜明的对照，建议大家比对着来记忆。此外，还需要通过大量的练习培养语感，才能够清楚地把握它们的区别。尤其是从ことにする和ことになる还各自衍生出了ことにしている和ことになっている，意义又各自有所不同。这些都需要大家用心去积累。では、今日の授業はこれで終わります。皆さん、お疲れ様でした。